こんばんは、パーソナリティの伊勢忠です。そしてこんばんは、久賀ひかりです。こんばんは、まかないゆうすけです。今宵も眠れない夜をお過ごしのあなたとご一緒にナイトキャップストーリー。なんだ今の不思議なタイトルコールは。なんでしょう、なんだなんだなんでしょう、なんでしょう。ちょっと季節が変わったから新しいことをしてみようと思ったら蓋を開けてみたらどえらいダッセイことになりましたけども、なんか若干昭和を感じる感じ令和にもなろうっちゅうのに。さあ流し聞きしてるそこのあなた、何が起きたかアーカイブを聞いてみてくださいね、うん、そして誰がどこだったかをぜひ解明してください、ね、ほんとほんと明言はしませんが、ね、何が起きたんでしょうか、ね、バレバレでしょうねなんだちゃんと聞いてる人はなんで、今わってなるから なんでそうなったってなる。逆に聞き取れなかったかもしれないそうそうそう誰がとかもうそこまで聞いてなかったってなるかもしれない。驚きでね、分かんなかったらそれそれでね、すごい、うん、ね。さあさあ、うん、季節が変わったからこんな新しいこともしてみましたけどはい、はいはいね、秋めいてまいりましたよ。そうですね、もうすっかりちょっと涼しくなってきちゃって、ね、過ごしやすくなりましたよね。なんだかあっという間に夏が終わっちゃったって感じで、うん、そうね、結局海にも行かなかったですね。そうなの、だから結構前の放送で俺海行きたいって言ったけど結局行けなくてさ、うん、ずっと言ってたもんね海行きたいってね。まあ来年の夏までちょっと取っときましょうかねちょっと気が長いですけどね秋にみんなで何かするとしたら、うん、なんだろう、もみじ狩りとか。もみじ狩り、なんで笑ったんですか。もみじ狩り、あの皆さん聞いてくださいね秋で何やるみたいなやつをね、うん、あの前室の打ち合わせでねちょっとあのみんなで列挙してたんですよ。列挙しててね、あのちょっとメモに書いたんですよ。そう、ね、あの果物狩りとかでもみじ狩りってね漢字で書いて、ね、そうメモない見たら紅葉狩り、紅葉狩りですかって街中のありとあらゆる紅葉を買って買って借りまくる。ダメダメ絶対ダメ絶対っていうくだりをね、超へこんでる。なんでもみじなんだよこれがもみじって読むの、はい、もみじって読むんです。覚えました。メモメモ、賢くなったね。賢くなった、うん、IQ 高くなった。すごいどうでもいい話なんだけど、普通に本当に紅葉って書いてもみじっていう、あの知り合いでね、俺もみじさんっていう方がいるのよ。この文字を書いてもみじさんって。珍しいですね。一文字はありますよね。草冠に花とかですけど、ね。綺麗な名前ですね。すごい。すごいね。ね、俺もみじ、そう、もみじって俺それで覚えた。ご近所さんだった。実家のご近所さんだった。そう。それは綺麗だ。そう、うん。そんなのもあったのよ。さあ秋、秋なんだろうね。果物狩り？うん。果物狩り？秋、秋の、秋のあれはなんだろうね。秋の味覚？秋の果物？秋の果物？秋の果物。リンゴとか？うんうんうん。まあブドウとか柿とか、うん。まあ個人的には梨が好きかな。柿、栗とかも好きかな。栗ですね。栗はね、果物なんですか。そうだよ。そうよ。あの栗木になるでしょ。樹木に実がなるものは果物で、うん、草でなるものは野菜なの。だからイチゴも野菜。なんか農林水産省の基準ではそうなってるんだって。農林水産省の基準だって。農林水産省の基準では。農林やっちゃった。農林水産省の基準ではイチゴは樹木ではなく草花。そう、野菜らしいですよ。へえ、白のコント。なんだろう今日やだ本当に。すごいね。何なんですかね。負を背負ってるね今日ね。負の何かを背負ってるね。くーちゃん。久しぶりに。あ、お久しぶりね。そう、このコンビ久しぶりだね。あ、お久しぶり。もしかしたらダメなのかもしれない。嘘、ちょっとショック。ショック。嬉しいですよ。嬉しいですよ。くちゃん大好き。よかった。ありがとう。俺も大好き。雑じゃない。雑じゃない。すげえわちゃわちゃしてるわ。はい、当たり障りのない話をしようか。秋の味覚何が好き？秋の味覚。はい、もうみんなが平和になる話をしよう。秋の味覚。うん。さつまいもが好き。お芋が好き。お芋さん。うん。そう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 。焼き、焼き芋？焼き芋。ああいいね。いいね。いいね。美味しいよ。ないわ。僕は秋の味覚にギリギリ入るのかな。結構10月の末とか後の方にあるとは思うんですけど、牡蠣とか。え、どっちの？牡蠣、牡蠣じゃなくて、牡蠣、そうそうそう、ギリギリ入りますかね、秋の味覚で。牡蠣って冬じゃないの？そうだね。じゃあダメだ。だと、変えるんだ。秋にね、秋に変えてもらう。いっぱいあるからね。そうですね。あ、でも
本当にメジャーなので言うとやっぱりサンマとかも、うん、ああいいね、うん、どうしてもほらスーパーとか行くとサンマの写真いっぱい並んでるんで、サンマの写真がいっぱい並んでる、サンマが並んでる、秋になるとサンマがバーって並ぶんですよ。何ですか、サンマが並ぶんじゃないの。もう分かりました、今日黙ります。ラジオラジオラジオ、 ラジオめっちゃ面白い、めっちゃ面白いじゃん。ない今日なんで、あの俺以外の人と絡むのが久しぶりだから、ちょっと大丈夫大丈夫、緊張しちゃう、緊張しちゃう、くちゃんと一緒が緊張する、びっくりじゃん、しちゃうしちゃう、しないでいいよ。自然体でいてよ。分かりました、頑張ります。はい、キンさんは何なんか秋の好きなもの、秋なんだろうな、美味しいのいっぱいあるけどな、うん、パッと思いつくのはやっぱ梨かな、梨果物好きだからな、うん、美味しいですよね、うん、柿とかよりは梨、うん、柿派がいねえな、珍しく、うん、柿派です、柿好き、柿好きです。なんかちっちゃい頃住んでた家の近くで、うん、あのなんていうんですか、外でこう小屋みたいなところで売ってるの、なんていうんでしたっけ、小屋っていうか無人なんちゃらみたいなやつ、うん、とこによく柿が置いてあって、さっきから入っちゃってんです。柿が置いてあって、それをお母さんがよく幼稚園の帰りとか買ってくれて食べてて、本当にすごい好きでした ね、柿さ、あのパリッとしてるやつとさ、あのデュルッとしてるやつとあるじゃん、あどっちがいい、好き、僕パリッとしてる方が好きなんですよ。あ、さすがパリない、ちょっと関係ない、関係ない、さすがパリない、パリないのパリは柿の音だったのか。そういうこと、あれ何効果音だったの、多分パリッという音だったんですよ、多分ね、パリッない、パリッない、パリッない、つがつくんだ、なんでもいいですよ、もう今日ない、どうしたの、僕どこに行けばいいの、今日わからない、着地点がわからない、わからない、足場が見つからない、ずっと浮いてなきゃいけないって、飛び続けよう、飛び続けます、フライアウェイ、ない、イエイ、あ、もうダメだ。話題変えようか、そうですね、話題変えようか、はい、じゃあメッセージに行きたいと思います。イエイイエイイエイ、はい、ラジオネームいちごさんからいただきました。こんばんは。こんばんは。皆さんの一番のご飯のお供って何ですか、うん、先ほどに続いてちょっとご飯、ね、食べ物のお話ですけど、うん、お腹空いてきますね。ご飯のお供、うん、うーん、選べねー、いっぱいあるもんね。あ、僕は最近なんか毎晩毎晩食べてしまうのが、うん、今頃になってなんですけど、食べるラー油、ちょっとフライドガーリック入りみたいなのがすごい好きで、なんかきっかけがお寿司屋さんとかで今ってあのお寿司の上にラー油のやつとか乗ってるじゃないですか、炙りなんちゃらの上とかにね、そうそうそう、あれが美味しいなと思って、たまたま家にあったらその食べるラー油をご飯にかけて、それからお刺身と一緒に食べるようになったら美味しくて美味しくて、いろいろ試してみたらもうラー油がちょっと今ブームになってしまって、ねうん、何にでもじゃあその食べるラー油をつけちゃう感じ、何にでもつけちゃうの、何にでもつけちゃう、食べるラー油って結局あれ食べる部分ダイレクトニンニクじゃん、うん、そうですね、うん、辛いのは好きなんだけど、うん、ダイレクトニンニクを食すことにちょっと抵抗が、あ、まあね、この職業やってたらちょっとね次の日休みじゃないとちょっときついものがありますね、あのラー油は好きなんだよちょっと僕あのその辺のケアはね、あ、ちょっとしてる、あの、はい、飲んだり、ちょっと怖くなってきたな、うん、どうぞみんなもぜひ好きな話してくださいヘロヘロじゃねえか、ヘロヘロやな、ね、僕は個人的には海苔がすごい好きなんですけど、うんうん、韓国海苔的なやつ、あ、味付け海苔、そうそうそうです、うんうんうん、とかあとはまあ梅干しですかね、俺が梅干しの話しちゃうと梅干しにゆかりがあるね、ちょっとあれなんですけど、うん、いろんな意味でゆかりがあるね、そう、でも今年あれ切り箱に入った、切り箱に入ったやつはね残念ながらまだ食べたことはないんですよ、なったことはあるんですけどそうだね、食べたことはないんですよね、喋ったことはあるけどね、喋ったことはあるんですけどただあの自分で梅干しはつけるので、あ、そうだよね、そうそうそう、やっとこの間つけたやつがようやく食べれるようになったので、今年の分ができましたか、そうです、うん、ちょっと遅かったんですけど今年は、うんうん、でもできたからあれは食べてこうと思ってます、いいね、手作りの梅干しいいね、うん、簡単にできますよ、うん、案外、ごめんなさい、ちょっと今日本当にダメみたいなんで、あの、はい、大丈夫です、簡単にできる、ナイ君でも簡単にできるよ、え、本当ですか、できるできる、ジップロックあればできるから、自慢じゃないですけど本当に僕料理できないですよ、で大丈夫大丈夫、うん、なんかめったに何かすることないから、あ、やってみます、 できてると思う、入れるもん入れて、うん、あのキュッてして、そう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 、キュッてしたら本当はなんかあの、ね、昔ながらの製法だと壺に入れてこう圧をかけなきゃいけないけど、そういうイメージあります、そうそう、でもあのうちにあのこうやってグ
ぐりぐり回して、あのネジ式でこの押し蓋がどんどんこうやって下に。そうなんですか。あ、あるある。あの漬物用のなんかでかい玉みたいなやつ、あれがあるけど、それでもできると思うけど、壺とかにしちゃうとカビちゃう可能性がちょっとあるので、あの真空パックできるものさえあればできる。そっちの方が多分カビないから便利だと思います。あと干すだけ、つけて干して、現代風お手軽梅干し。そう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 、それも普通にできるし傷まないからいいなと思いますけどね。くーちゃんどれぐらい作るの、量的には。あ、結構作りますよ。1キロ2キロぐらい。手軽に今ジップロックって言ったけどさ、ジップロックの量じゃないじゃん。すごい ジップロックの量じゃないじゃん。1個じゃ無理。1キロ2キロ、それ食べれる、食べれる食べれる、だって梅干しだもん。食べるでしょ。そんな食べない。嘘。だって料理にも使えるし。あ、そうだね。それこそほら、お刺身の上にさ、ほら叩いて乗せたりとか。ああ、ね、見たことあります。梅叩きとかね。そうそうそう、できるし。焼き鳥とかね。ああ、いいですね。とかね、うん。そういうのにも使えるし。キーさんは？なんだろうな、難しいな。ずっと悩んでる。キーさん絶対めっちゃいっぱい悩んでんだよ、この人。ね。かつお節？でも美味しいですけどね、めんつゆとかかけてね。キムチか。あら、キムチ、なんか意外なとこ、うん、結構韓国攻めますね。ね、確かに。あのね、さっきからね、ご近所にね、あのそのスーパーのお惣菜コーナーで作ってるだけのものらしいんだけど、あの刻みネギのキムチ漬けみたいなやつがあんのよ。なんか向こうの人たちが作ってそうですね、本当に本場の、そう、キムチって普通白菜じゃん、白菜とか人参とか入ってんじゃん、じゃなくてもう刻みネギ、青ネギ白ネギだけの刻みネギが混ざって入ってて、具はもう本当それだけなの。でキムチのキムチみたいな、あの赤い、あれに漬け込まれてるやつがあって、あれが超絶好きで、何にでも、それこそないの食べるラジじゃないけど、何にでもつけたり乗せたりしちゃう。なんかね、とんかつとかに乗せたりとか、でちょっと薄めにお肉炒めたりとかして、それにちょっと入れたりとかっていうのをね、何にでも本当につけて食っちゃう。美味しそう。そう。でそれだけでもお米も食えちゃうし、でもネギなんですよね。そう、ネギ。ここに辰巳さんがいなくてよかったですね。そう、辰巳には勧められないから、無理でしたね。今日のみできる話でしたね。そうそうそう、辰巳にこの話するとね、ちょっとあの顔こもっちゃうから、そう、ちょっと嫌な顔です。結構露骨に言いますもんね。そうだね、割とね、うーんって言いますよ。はい、皆さんのご飯の音もいかがでしょうかね、聞かせてください。はい、はい、続いていきましょう。はい、ラジオネームハートのエースさんからいただきました。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。日に日に秋らしさが増してきましたね。いきなりですが、秋って何色だと思いますか。皆さんが考える秋のイメージカラーを教えてください。ちなみに私が思う秋色はボルドー、どっしりとしたフルボディの赤ワインのような色です。季節の変わり目、体調など崩さないようにお気をつけくださいね、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。秋のイメージカラー、おしゃれですね、ボルドー。俺ちょっとあれかな、あの、秋服になるとね、もう本当にその色ばっかりになっちゃうんだけど、茶色と赤が混ざったような感じの、ちょっと赤寄りな茶色って言えばいいのかな、何色って明確な名前わかんないんだけど、赤レンガっぽい色ですか。そう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 、茶色、ブラウン系が俺好き。いいですよね、服にしても何にしても、そういうのはね落ち着いちゃう、イメージからどうでしょう。やっぱ紅葉の色にね近づいてきますよね。そうですよね。なやくんは？ずるい。ずるい。今の流れはずるい。僕もねって一緒にいたのにね。でもそうですね。やっぱりその赤茶っぽいというか、なんか落ち着く、イメージ的に落ち着きそうな色がやっぱり秋の色かなっていうのは。ない今日。ドキーロの帽子かぶってるね。違うの、あ、やっと触れてくれました。ね、全然違う話なんですけど、これあのくーちゃんがあのお誕生日プレゼントって言ってくれたんですよ、ね、今日。そう。えらいえらい越したけどね。ね、そうなの。会わなかったから。そうそう、全然会えなかったから。そう、会わなかったから。そう、いろんな話をするときに振ろうかなと思って、時間かかっちゃったけどね。黄色、黄色推しカラーでしょ？黄色推しカラーでしょ？自分カラー。黄色もほら。紅葉、それこそイチョウがほら、イチョウがね、黄色じゃない。そうだね、秋の色だと思う。あ、そうなんですね。イチョウ並木でさ、こうまっすぐなロングストレートでさ、こう落ちたイチョウがさ、こう道がね、黄色、一面の黄色の
ロングストレートとかさ、いいですね。いいよね。すっごい、あの知ってる場所でね、そのイチョウのロングストレートの綺麗なところがあるんだけどね、うん、両サイド墓地なのよ。怖い怖いっていうところがあるんだけどね。怖い。しかも季節によってはあの銀杏が落ちてきて、もうなんかあーってなるやつ、あー香りがあーってなるやつ、ね、一応はちょっとね、うん、そこの辺がね、美味しいんですけどね。美味しいんだけどね、うん、そう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 、どうしても食べ物に行くんだなこの僕はな。確かに。イメージカラーの話してたんだけど、色なんだよなーっつって。はい、イメージカラーの話は結局食べ物ということで続けました。食いしん坊ばっかりだな。はい、番組では皆様からの、感想やご意見リクエストを大募集しております。メッセージやリクエストは葛飾 FM までお願いします。メールアドレスは 789@kfm789.co.jp です。懸命に番組名ナイトキャップストーリーを忘れないでね。うん、メッセージは番組ホーム噛んじゃった。番組ホームページからもお送りいただけます。アドレスは https://S ってついてた https://www.nightcapstory.com です。はい、過去放送のアーカイブやお休み朗読の動画などもホームページから見られますので、ぜひお立ち寄りください。そしてツイッターなど SNS でも番組へのメッセージやリクエストを受け付けています。投稿の際にハッシュタグ夜物をつけてつぶやいてくださいね。カタカナですよ、夜物ね。さらに公式ツイッターのフォロー、 YouTube の夜物チャンネルへの登録もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、皆様からのメッセージ、たくさんのフォロー、そしてチャンネル登録をお待ちしてます。さて告知コーナー、告知ある人。無音をつくんだ、もう無音をつくんだよ、座った人じゃねえか。さあ、軽くなんですけど、うん、遺跡いいですかね。はい、珍しい。結構先なんですけれども、うん、10月の末でございます。はい、はい、この番組にも軽く、ゆかりがございます。金田健一さんが、はい、やってらっしゃいます朗読三昧さんの、そちらの方の企画の方に参加をさせていただきます。皆様も作品のタイトルは聞いたことがあるかと思います。もしも8歳の子供が大統領になったら、あ、俺聞いたことあるそれ、うん、と、これのお話の、続編というか続きのお話の、ミッコモックと夜の動物園というこちらの2本を、朗読で、させていただきます。ただですね、こちら、この作品を、引っ提げて、地方の方へ参ります。仙台公園でございます。仙台なんだ、はい、ちょっと遠いですね、はい、都内からはね。宮城の奥文化センターパトナシアターというところで10月の26日土曜日、27日日曜日から、日曜日まで、行います。詳しくは遺跡の、ツイッターとかをご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。あとなんかあるかな。じゃあ一応さらっとだけね、はい、いないけど、はい、辰巳さんのやつをやっていきましょうよ。はい、じゃあ行きます。充実野菜第4回公演、舞台カッパ先生の秘密のカルテというものに出るみたいです。はい、カッパになるのかならないのかは見に行って見てあげてください。中板橋新生館スタジオで10月の4日から6日までの間やってます。前売りが3,300円、当日が3500円のようです。皆さん行ってあげてね。はい、辰巳いませんけれども、ね、ぜひ辰巳の、はい、舞台の方もぜひ足を運んでください。お願いします。お待ちしてます。どことも知れない町のどことも知れない場所にひっそりと名もなきバーがありました。そこに集う常連たちはなぜか皆話好きで、お気に入りのお酒を片手にさまざまな話を語って聞かせるのです。さあ今宵も馴染みの顔ぶれが集まっているようです。マスター、喉乾いた。とりあえず何か飲ませてください。いきなりなんだよな。まあいいか。何飲むんだ？飲みやすくて、あんまりアルコール度数の高くないやつがいいな。とにかく喉を潤したい。だったらソフトドリンクにしておくか。もう子供扱いは禁止ですよ、うん、ちゃんとカクテル作ってください。しょうがないな。さて何にする。マスターこんばんは。おー、クーちゃんか、びっくりした、うん、今ちょうどナイのカクテル作るところなんだけど、クーちゃんも何か飲むか。わー、ナイくんだ。
ー久しぶりそういえばご無沙汰ですよね。うん、そうそうそう、最近はなんか辰巳さんとは会うけどナイ君と全然会ってなかったもんね。あ、今夜は辰巳さんは来ないんですかね。どうだろうな、くーちゃんの辰巳センサーはどうだ、反応してないのか。うーん、今日は来ないみたい。マスター、何ですか辰巳センサーって。くーちゃんの中にな、恐ろしく高性能な辰巳探知機もしくは辰巳 GPS っていうのがあるんだよ。何何何、内緒の話してんの。いや、何でもないです。あ、マスター、僕のカクテルは。おお、そうだったな。飲みやすいカクテルだっけ。それなら、あ、オレンジブロッサムはどうだ、ジンとオレンジジュースを割ってシンプルなカクテル、フルーティーで爽やかだぞ。じゃあそれお願いします。はいよ。くーちゃんはどうする。うん、そうだな、じゃあフルーティーなのがいいな、できれば秋らしいフルーツのカクテル。秋らしくてフルーツ系か、だったらアップルブランがいいかな。白ワインと青リンゴのリキュールを組み合わせたカクテルだ。ブドウもリンゴも秋を代表する果物だからな。この組み合わせは最強だろ。おお、さすがマスター、それ作って。了解。マスターがカクテルを作ってる間に僕の話聞いてもらってもいいですか。はい、お待たせ。え、もう注いで混ぜるだけだからな、これ。おお、あんだったら秋らしくフルーティーなカクテルを飲みながらナイ君のお話をじっくり聞かせてもらおうかな。はい、じゃあ美味しいカクテルを飲みながらリラックスして聞いてくださいね。ちなみに苗、今夜はどんな話なんだ。ちょっと不思議な話かな。漂流、朗読、まかなえゆうすけ。僕はずっと待っていた。誰かが、何かが僕をそこへ連れて行ってくれることを僕はずっと待っていた。いつ頃からだろう、この世界が自分のいるべき場所ではないと知ったのは。どこかにある自分の世界へ僕はいつか帰るべきなのだと知った。それがどこにあるのかもわからないのに。だからずっと待っている。誰かが僕をそこへ、どこかへ連れて行ってくれるはずだと。目の前にあるものは全て偽物、触れようと手を伸ばせばあっという間に崩れ落ちてしまう。だから触れてはいけない、信じてはいけない。この世の全ては偽物だから。何かに触れてしまう前に僕をそこへ、どこかへ連れて行ってほしい。この世界を信じてしまう前に早く早くここから抜け出さなくては。そして僕は誰かを、何かを待ちきれずに闇雲に歩き始める。ただここから脱するためにそこを、どこかを目指して進む。自分のいるべき世界を探し続け、歩き続け、僕はずっとさまよい続ける。やがて倒れ朽ち果ててもなお僕の世界にたどり着くまで。ないにしては珍しい話を持ってきたな。心境の変化でもあったか。心境の変化ってわけじゃないんですけど、この間からちょっとジャズにハマっていて、そういう雰囲気のお話を読んでみたいなって。おお、なんだ大人の階段登ったか。なんかマスターが言うと微妙にいやらしい。失礼な、人をいかがわしいの権限みたいに言うな。それだけ大人の魅力があるってことですよ、マスター。どういうわけか褒められてる気がしないな、むしろからかわれてる感がいっぱいだ。マスターってば最近被害
妄想がひどいですよ。お前らが好き勝手に俺のこといじるからだろう。だってマスターから買うと楽しいんだもん。ねえ、くそ、完全に遊ばれてるな。マスターほら気にしない気にしない。でもこのところ急激にマスターのキャラが固まりつつありますよね。固めるな。もう無理だと思うな。人間諦めも肝心ですよ、うん、俺は絶対に諦めないからな。このキャラをいつか覆してやる。マスターが無駄に燃え上がってる。手遅れだって教えてあげた方がいいですかね。なんか言ったか二人とも。いや別に何でもないです。ん？あ、じゃあそろそろ僕のお休み朗読を聞いてもらおうかな。あ、もうそんな時間か。今日はどんな話だ？切ない男心のお話です。サンビタリアの丘で夢を見ていた。名前も知らない小さな花が咲き誇る丘で、君がとても嬉しそうに笑っている。僕に向かってとても無邪気に。だから、ああこれは夢かと僕は小さくつぶやく。君が僕に微笑みかけることなどないと知っているから。出会った瞬間に終わった僕の恋。決して手に入れることのできない君を。それでも僕は諦められず、ただ近くにいたくて選んだポジション。たとえそれが悪役でも嫌われ役でも何でもよかった。君に僕の存在を刻みつけられるなら、憎まれても恨まれても構わなかったんだ。小さな黄色い花に囲まれて君が笑う。楽しくて仕方ないという瞳で僕を見ている。とても美しい夢の中、君が言った。その言葉が僕に届くことはないけれど、空が青くて優しい風が吹いて、君が笑っている。それはなんて幸せな光景なんだろう。もう二度と会えない君に僕が願うことは一つだけ。忘れないで。たとえ世界で一番嫌いな男でもいいから。朗読は久我光でした。それでは皆様、共に過ごす時間も今宵はここまで。どうぞ皆様、良い夢を。おやすみなさい。